こんにちは、ソカジクのコボです日本の暗号通貨の税制って確かに高いですよね。で、ノックさんが全国、全国じゃない、世界のね、税金の比較をしていただきましたけども、やっぱりね、どっからどう見てもね、日本はね、きついですね。他に伸び率の高い産業があれば、まだしもなんですけどもいや、はっきり言って暗号通貨の世界先行者利益、新産業になる可能性を、なんでここまで潰すのかなってことですよね。 本当に日本は環境的に恵まれていて、まあ、戦争もないですし食糧危機も起きないし暗号通貨の産業を伸ばすのにもってこいだったんですけどね暗号通貨のことよく分かんないまあルールを決める人たちがちんぷんかんぷんなとんしん者なことをしてるんで本当に迷惑です、まあ、そうは言ってもね暗号通貨の税金がある以上払わなくてはいけませんけどもそうですねこういうふうにしたらどうかなっていう形で私ちょっと話すことがあるんですけども例えばね暗号通貨の税金を 3年までは3年末までは一切暗号通貨の税金を貸しませんというふうにしていただいたら一生懸命暗号通貨をね利確して使う人がいるんじゃないかなと思うんですよそうなることで商品が流通してサービスが流通して経済が豊かになってっていう形が作れるんじゃないかなと今はどっちかっていうとそのうち暗号通貨の税制も FX とか株並みに20%になるんじゃないのじゃあそれまで置いとこうかなっていう バイアスの方が強くなななるんんじゃないかなと思うんですよだからせっかく暗号通貨でお金をたくさん持ってる人も使わないってことになっちゃうのかなと逆に暗号通貨で一定の資産ができちゃうとちょろ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 利確するようになるんで本当にね税金のボリュームととしてはなななるんんじゃいいかかか思うでですよいかがですよね私はそう思うんですけどね、うんまあ、こんな税制があったらいいんじゃないのみたいなね自分のためにも社会のためにも日本のためにもいいんじゃないのみたいなのがあったらちょっとね 話してみたような気もします。じゃあ、のクさんの紹介していただいた世界の暗号通貨の税金これについて動画の方つけておきますのでご覧ください。のくさんありがとうございました。